こんにちは、加藤です。続き早速行ってみましょう。で、次に、ある程度形は、まあ私の場合ですとこのくらいまで捉えたら、もうあとは色つけていこうと思うんですけど、まずハイライトがこの辺、この辺ピカッと一つ、二つ、三つ、あと内側のここに一つ、ここにハイライトが入っています。で、ハイライトのすぐ近く、この辺が一番濃く強く、暗く見えてるかな。側面ですね、側面、暗く見えているところ、この辺って限定して調子を思い切ってつけていきます。これは、何色って言ったらいいんでしょうね、緑色のような茶色のような、そういう、赤ワインが入っていた瓶なので、まあ、赤ワイン飲んだことある人は大体あんな色かなみたいな想像つくと思うんですけれども、その辺の、固有色のガラスの瓶です。色付きの瓶になります。はい、こんな感じで、もうちょっと濃くします。ここが一番暗く見えているところ、ライン、この辺ですかね。そして内側は全般的に後ろが透けているので似たような調子なんですけれども、若干右サイドの方が少し暗く見えてるかな、こんな感じで。はい、そして上の面は、内側の縁は反射光で少し明るく見えているせいで、そうでない 上面ですね、上面が濃く見えている、上面濃く見えているので、そんな風に変えていきます。こんな感じですね、断面が丸くなっているのでに合わせて、若干こう暗さが強く見えたり弱く見えたりするのを正直になぞっていきます、見ていきます。この時に最初に輪郭線をあまり強く引きすぎて、その線をなぞりすぎるとなんか瓶の口縁のらしさが出なかったりするので、やっぱりこの見えたような印象に合わせて描いていくようにした方がいいと思います。どうでしょう、こんな感じで縁の部分が暗い濃くて、この上面ですね、上面が濃くてこんな風にはっきり見えています。で、後ろ側は後ろから入ってくる反射光によって縁がね少しね明るく見えてるんですね。なのでそんな風に、内側のスクリューはこんな感じかな。はい、ここハイライトが入るのでちょっと避けておきます。ここですね、こことここにはハイライトがピカッと入ってくるのでちょっと避けておいて、ハイライトを避けて描いていきます。で、ここにもハイライトですね。はい、まず内側に1本入って外側2つ、そしてその下の2段目がまた同じようにここに1つと外側に1つと、そして筋が入ってくる感じ、それ以外は暗くなる。
はい、こんな感じで結構塗りつぶしながら書き進めていきます。ここはね結構細かいのでちょっと後で修正していきますね。このスクリューが、スクリューのラインが1本目、1本目が入って2本目、2本目が入って筋がちょっと入るんですね。ちょっと入って、そしてボディの太さにつながっていくと。練りゴムで消えきれないところは、消しきれないところはプラスチック消しゴムを使って外側から形を整えていきます。で、そろそろ、使ってきた 3B の鉛筆も先が丸くなってきたので、今これは、2B の鉛筆に持ち替えています。ここはこの下の赤い金属製のカバーみたいなやつになります。ここから先はですね、はい、右端はこんな感じで、とりあえず一旦この辺までにして、右端は置いておいて左側に移行しようと思います。はい、右端の角の部分こんな感じですかね。はい、では次に、はい、尖らした4B です。 4B で手前の一番暗いところ、ここもうちょっとはっきりとね強調しておきましょうね。このラインが結構濃い、強い。で、次にここが、このスクリューの一番飛び出ている側面ですね。スクリューの飛び出ている側面があって、で、その下は反射光が薄く白っぽくちらっと見えていて、これがボディの幅、横幅、内側の細いところですね。で、次に下の段の、スクリューの突起がここにまずあって、ここが一番飛び出ているところ、飛び出ているところはここにつながります。ここにつながります。で、そのままボディにつながる。ボディっていうのは、瓶の口の一番外側のラインですね、厚みが太くなってるところにつながっていく。はい、一番濃いところというか黒く見えているところをちょっと強調して、その隣のちょっと明るく見えているところを練りゴムで抜いてみます。ガラスの質感というからしさを出すのに、この結構コントラストが、金属とかガラスの場合は他のものを描くときに比べて結構急激に暗く見えたり明るく見えたりしているので、その感じを大事にしながら描写していきます。で、あくまでも鉛筆は本当に先端がしっかり尖っていないと、硬質な硬い感じが出ないので、常にシャープネス、シャープな先端を使えるように、鉛筆のコンディションを整えておいてください。はい、途中でね、これ、暗く見えているところが左後ろに行くにつれて、後ろ側からの反射光というか逆光が入ってくるせいで、同じ幅の線じゃなくなって見えてたんですよね。同じ幅の線じゃなくなって見えてくる、来てたりするんですよね。なので、
こら辺はね、正直にこの幅が変わったら変わったなりに薄くなったり太くなったりして見えてると思うんですが、それに合わせて書いていきます。現象に正直にですね。で、現象というのはやっぱりこう秩序ルールにのっとってそういうふうに見えている、だからそう見えているっていう結果なので、現象を正直に追っかけていくと、その秩序というかルールも表現できるはずなんですよね。ここら辺はその机上の空論にならないように、こうなっているはずだっていうことを先行して書いていったら現実から離れるってよくあるので、実際に見えているその現象をなぜそう見えているのかって考えつつ、暗く見えている理由とかね、明るく見えている理由を考えつつ作業していく、その考え方の順番ですけれども、そんな風に捉えていった方がいいと思います。はい、この辺から少し暗くなりますね。この辺から暗く見えていて、はい、どうでしょう、なんか真っ黒になってきましたね。ちょっとハイライト入れていきますね。ピカッと光っているところを強調していきます。あと正面もちょっとだけ光ってるかな。このハイライト入れるのって結構練りゴムをこうある程度使いこなせるようになってこないとうまく入れられないと思うんですよね。あと反射光もそうなんですけれども、後ろから入ってくる光、逆光とかも最初のうちはどうしてもこううまくこう練りゴムがコントロールできないと抜きすぎちゃって白いままになったり、ありがちなので、ここら辺はちょっと練習して、ハイライトがもしくはこの反射光が、暗い中の明るさって見えるように結構ね練習してようやくコントロールできるようになってくる部分かと思います。だから最初からうまくいかなくてもあまりめげずに何度も何度も練習して技術を身につけていってほしい、そういったところですね。はい、ここはちょっとね金属がめくれて裏側にこう入り込んでいく感じ。ここは赤いキャップというか金属のカバーと瓶ガラスの狭間、隙間の部分ですね。今日の動画はここまでになります。3分の3へ続きます。